こんにちは、のりこです。今日はお尻の筋肉の柔軟性を高める大切さを知るレッスンをしたいと思います。皆さんのお尻は今硬い状態でしょうか、柔らかい状態でしょうか。今日はいろいろな体勢でお尻の筋肉を伸ばしていきます。伸ばしながらぜひご自身のお尻の柔軟性チェックをしてみてくださいね。それでは早速始めます。では実際にストレッチを始める前にお尻を柔らかくしておくメリット4つをお伝えしたいと思います。まず1つ目が腰痛予防になります。お尻の筋肉とその上にある腰の筋肉はつながっています。お尻の筋肉が硬くなることで腰の筋肉に負担がかかりやすくなります。お尻を柔らかくほぐしていくことで腰の負担を軽くしておきましょう。それでは2つ目です。骨盤の歪みを防ぐです。お尻の筋肉が硬くなることでどちらかに偏りが出すぎてしまうと骨盤の歪みの原因になります。お尻はどちらも柔らかくほぐしておくことで骨盤の歪みを未然に防ぎましょう。それでは3つ目です。美容面で気になるのがお尻が下がって垂れてくることなんですが、お尻の筋肉が硬くなることでお尻が垂れやすくなると言われています。お尻を柔らかくして鍛えつつヒップアップ上がったお尻を作っていきましょう。それでは4つ目です。最後はお尻の筋肉が硬くなるということはデスクワークや立ちっぱなし同じ姿勢でお尻の周りの血行が悪くなって冷えている状態が続いているということになります。またお尻が硬くなることで下半身の血行不良や冷えにもつながりますので、しっかりとお尻からほぐして下半身そして体全体の血行を良くして体を温めておきましょう。それでは今から実際にストレッチを行います。優しいストレッチから徐々に徐々に深めていきたいと思います。それでは早速始めます。ではまずお膝を立てて座ります。足の幅を骨盤幅よりも少し広めに開いて、つま先は斜め外に向けておきます。では両手をお尻の後ろに手のひらついて、指先は体の方です。ではまず両膝を左右にパターンパターンと倒して、股関節とお尻を同時にほぐします。お尻を床でマッサージしていくようなイメージです。では両膝を右にパターンと倒したままにして、右のお尻で円を描くように動かして、右のお尻をしっかり床でほぐします。ご自身のペースで大丈夫です。ではゆっくり動きを止めて反対です。両膝を左に倒して左のお尻を動かしながら床でほぐします。ではゆっくりと動きを止めます。では今筋肉のマッサージでほぐれたところです。準備運動終わりましたので、今度は伸ばしていきます。上体を起こして骨盤を立てます。そ
それでは両足を体に引き寄せて座ります。では片方ずつゆっくり伸ばしたいと思います。左足のかかとを恥骨に引き寄せて、右足のかかとだけ 3-40センチ遠くに置きます。お膝がくの字になるように置きましょう。では両方のお尻を安定させます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり上体を前に倒していきます。両手は床に下ろして、右のお尻がしっかり伸びて痛くないところまで上体を倒していきましょう。心地よいところで動きを止めます。最初は少し倒すだけでも大丈夫です。そこからゆっくりと様子を見ながら上体を倒します。心地よいところが見つかったら深い呼吸を繰り返して、体、筋肉を緊張させないようにしておきましょう。では吸いながら上体を起こします。足を入れ替えます。右足を体に引き寄せて、左足を前に出します。お膝がくの字になるように置いて、両方のお尻を安定させます。安定したら一度息を吸います。吐きながらゆっくり上体を前に倒します。少し倒すだけでも大丈夫です。お尻がこう横に開いて伸びていくような感覚です。心地よいところが見つかったら動きを止めて、肩の力を抜いて深い呼吸を繰り返します。では吸いながら手を手前に引き寄せて上体を起こします。最初のストレッチはどうでしたでしょうか。痛みはなかったですか。ゆっくりとストレッチを行うことで徐々にほぐれていきます。では続いて仰向けで行います。ではまず自重を使ったリラックスストレッチから行います。では両膝を軽く立てます。右足を左足に引っ掛けて足を組みます。安定したらそのまま組んだまま両足を左にパターンと倒します。上体と顔は天井に向けたままで大丈夫です。両手も好きなところに置いて構いませんが、左手をちょっと右のお尻や太ももあたりに乗せても OK です。で、肩の緊張を抜いて胸開いて深い呼吸を繰り返しましょう。特にお尻サイドが伸びます。とても気持ちいいストレッチです。では吸いながら真ん中に戻して足を入れ替えます。今度は左足を右足に引っ掛けましょう。次の吐く息で組んだまま両足を右にパターンと倒します。お顔と上体は天井に向けたままで大丈夫です。両手を楽なところに下ろして、胸、肩、リラックス、開いて深い呼吸を繰り返しましょう。では吸いながらゆっくり真ん中に戻します。では続いてお膝を立てたまま、今度は右足の外くるぶしを左の太ももに乗せます。両足を軽く持ち上げて、右手を真ん中の隙間から左手を外から持ってきて、左太もも裏で組みます。吐
きながらゆっくりと両足を体に引き寄せて、右のお尻が伸びたら動きを止めてキープです。では吐きながらゆっくりと手の力を緩めて、足を左足をマットにつきます。足を入れ替えます。今度は左の外くるぶしを右の太ももの上に乗せます。両足を持ち上げて、両手を右太もも裏で組みます。吐きながらゆっくりと上体に両足を引き寄せます。深い呼吸を繰り返します。このストレッチもとっても気持ちがいいですね。ではゆっくりと緩めて、左足下ろしましょう。では右か左か好きな方に横向きにゴローンとなります。では両手で体を支えながら起き上がります。はい、では続いてまた座った状態でストレッチを行います。では両膝を立てます。そして足の幅を結構広めに開きます。マットがある場合にはマットと同じ幅か、マットの外側に足をつきます。そしてつま先を軽く外側に向けてみましょう。もうこの状態でお尻伸びているとは思います。でこのまま呼吸を繰り返しても大丈夫です。さらにストレッチを深めたい時だけ両手を体の前につきます。しっかりと足の付け根が縮んで、その裏のお尻は伸びているという感じです。ではさらに痛みがなければ上体を少し前に倒してかがめてみましょう。で肘が腕がつくようでしたらマットに肘をついてみましょう。でここで深い呼吸を繰り返します。上半身はリラックスです。では吸いながらゆっくりと上体を起こします。はい、では今度は足の裏と足の裏を合わせて合石にします。かかとは 3,40 センチ遠くにつきます。また最初と同じようにお膝がくの字になって、両足でひし形ができるように置きます。そして両手を体の近くか足の外、または手のひらを上にしてふくらはぎの内側から外に出してみましょう。どの体勢でも大丈夫です。それぞれやりやすいところで行います。ではその場で一度息を吸います。吐きながらゆっくり上体を前に倒して、心地よいところで動きを止めます。お尻が横にぐーっと開いて気持ちよく伸びていきます。深い呼吸を繰り返しましょう。それでは吸いながらゆっくり上体を起こします。両手を外に出している方は片手ずつ抜きます。はい、では最後のストレッチを行います。続いて四つん這いになります。肩の真下に手のひらが来るようにして、
足の幅は骨盤幅程度です。ではまず右からほぐします。右のお膝を右手首の下のあたりに置きます。かかとは恥骨下に来るように置いてみましょう。ではそのまままっすぐ左足を真後ろに引きます。つま先も真後ろ、足の甲をつきます。安定したら手を手前に引き寄せて少し上体を引き上げます。はい、ではここでキープです。右のお尻気持ちよく伸びます。で左足はこう足の付け根がぐーっと伸びて気持ちよいストレッチにもなります。でここからさらにお尻のストレッチを強くしたい方や、このポーズもうしたことがあって慣れているよという方は、かかとを少し体から離してみましょう。恥骨下に置いてあったものをかかとをちょっと動かしながら外に出していきます。そして上体をまっすぐに正面に向けて両手で体を支えます。かかとを体の外、体上体から離したところに置くとお尻のストレッチが強くなります。ご自身で位置を調節しながら行ってみましょう。肩はリラックス、床と肩は平行になるようにキープします。いい感じです。では力を抜いて両手をマットについて、体を支えながらゆっくりと右足を後ろに引いて一度四つん這いに戻ります。では反対で同じ動作を行います。左手首の下に左のお膝を置きます。ではかかとはご自身で今回は調節しましょう。恥骨下に置いてもいいですし、ちょっと体の外に出しても OK です。では安定したら右足を真後ろに引いて、足の甲をマット、つま先は後ろです。では安定して心地よいところ見つかったら、手を手前に少し引き寄せて上体を起こし引き上げます。肩はリラックス、骨盤と肩は床と平行にキープです。ではここでリラックスしたままキープします。深い呼吸を繰り返しましょう。はい、ではお尻気持ちよく伸びたところでリラックスして両手を前につきます。ゆっくり左足を後ろに引きましょう。四つん這いに戻ります。四つん這いに戻ったら一度大きく息を吸います。吐きながらお尻をかかとに重く下ろします。手を前に伸ばしたままおでこをつけて、最後チャイルドポーズでリラックスしましょう。両手のひらの力をふわっと抜いて、背中、腰をしっかりと緩めます。それではお顔の真横に手のひらをつきます。吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるように起き上がります。起き上がってきたら楽な姿勢で座ります。それでは本日のレッスンは以上です。いかがでしたでしょうか。とてもシンプルで簡単なストレッチでお尻の筋肉緩めたり柔軟性を高めることができますので、ぜひ日々のセルフケアに取り入れてみてくださいね。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。